森英介は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、自民党労政局長、衆議院政治倫理審査会会長、法務大臣、厚生労働副大臣、衆議院厚生労働委員長、衆議院原子力問題調査特別委員長、衆議院国家基本政策委員長等を務めた。父は、環境庁長官、衆議院議員を務めた森吉秀。 三木武雄元首相の妻の三木む子はおばにあたる。東京都千代田区生まれ。東京学芸大学附属高等学校。東北大学工学部金属加工学科を卒業。1974年、川崎重工業に入社。1984年に、名古屋大学から、工学博士号を授与。1990年、当美修の死去に伴い、 第39回衆議院議員総選挙に旧千葉3区から出馬し初当選。1993年の第40回衆議院議員総選挙では旧千葉3区でトップ当選。1994年村山内閣で労働政務次官に任命される。小選挙区比例代表並立制が導入された第41回衆議院議員総選挙以降は 千葉11区から出馬し、連続6選。1998年、それまで所属していた、高知会を大会し、河野洋平、藍沢秀幸、麻生太郎らが結成した、大友会に入会。2003年自由民主党総裁選挙では、河村雅彦元外務大臣の推薦人に名を連ねる。直後に発足した第一次小泉再改造内閣で、 厚生労働副大臣に任命され、第二次小泉内閣まで務める。2007年自民党電源立地及び原子力等調査会の会長を務めた。2008年麻生内閣で法務大臣に任命され、初入閣。在任中は飯塚事件の被告人など9人の死刑囚の死刑、執行命令を発令した。2009年の 第45回衆議院議員総選挙では、千葉11区で民主党新人の金子健一を破り、7選。麻生内閣総辞職により、2009年9月に法務大臣を退任。2011年、自民党行政改革推進本部長に就任。2012年の第46回衆議院議員総選挙で8選。2014年の 第47回衆議院議員総選挙で9選。2015年、自民党憲法改正推進本部長に就任。2016年、衆議院憲法審査会会長に就任。2017年の第48回衆議院議員総選挙で10選。2019年10月、衆議院国家基本政策委員長に就任。2020年10月、 衆議院政治倫理審査会会長に就任。森英介の親族には昭和電工や昭和火薬など森コンセルンの創設者で衆議院議員である祖父の森徳明をはじめ多くの政治家がいる。父は第二次中曽根内閣で環境庁長官を務めた森吉秀であり、お父に昭和電工社長千葉工業大学理事長を務めた衆議院議員の森赤月。 佐藤栄作内閣で、総理副総務長官を務めた、森清志がいる。また、おばの三恵は、実業家の安西正夫婦人である。安西正夫、三恵夫妻は二男三女を設けたが、長男高幸は上皇后、道子の妹、恵美子、次男、直幸は、住友財閥創設家の住友友成の娘、長女は、浜口裕子の孫で、大倉官僚の大橋宗らいずれも、 名家、著名人と婚姻関係にある。もう一人のおばであるむ子は、第66代内閣総理大臣、三木武夫人である。このためエ介スは、三木の甥いにあたる。他に、元三重県知事、衆議院議員の田中里氏も、義理の叔父、元日本単育協会会長の安西隆行は、いとこ。元参議院議員の高橋清子は、重視。 自由党所属元衆議院議員の松崎哲久は、重定。元参議院議員の佐藤大蔵、第五代勝浦市長の山口和彦も登園の、親族。ありがとうございます。